よいしょ。イエーイ。なんか前髪ガタガタ。あの髪乾かしてアイロンしてたんだけど、なんか前髪がね失敗したの。これみんな思ってるよりガタガタでしょ。私もガタガタだなって思ってたんです実は。はい、ガタガタなんですよ。めちゃくちゃガタ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 だね、すごく。あ、クマ。え、何かクマって書いてんの。クマ、なんだろうこれ。タワーですか。これはツイッターの写真。なんかみんな可愛いってめっちゃ褒めてくれる。ありがとうございます。ツイッターの写真ありがとう、嬉しい。これはタワーですか。あ、なんかたこ揚げもありますね。ありがとうございます。たこ揚げてくれて。ホワイトボード、ホワイトボード取ってきます。よいしょ、ここや。これです、ホワイトボードです。あ、ここにありました。こんばんは、みんな元気ですか。前髪ガタガタなんですけど、よいしょ。いやー、みんな元気ですか。前髪ガタガタですけど、まあいいです、伸びたら分からなくなります。私名前もらいました。でも僕ね、親戚がねあんまり多くないので、そうだから、そう、あんまりお年玉集まらない。ハートありがとうございます。全然集まらないです。よいしょよいしょ。あ、たくさんハートありがとうございます。バタボーさんありがとうございますありがとうございます。みんなドボンもありがとうございます。本当嬉しかった。なんかいつランキング変わったって知らなくって、なんかめちゃくちゃすごい、あの皆さんが頑張ってくださったおかげで今ずっとランキングにいるはずで、私もね暇さえあればドボンしてるんですけど、いや1位を目指します。今度こそ青締めランキング、自分の中の自分の順位で1位を取りたくって、あのとめちゃん神、あのさ神吉店みたいな、あの称号ってどうやったらもらえるんですか。あのとめちゃん、とめちゃん神吉店ってどうやってあれもらえるんですか。あ、3回連続1位だ。そんなかかるじゃん。福留無理じゃん、まだあと3ヶ月かかるのか。あ、おみくじありがとうございます。かわいいおみくじありがとう。来る、どういうことだろう。クマさん、クマが来る。出会ってるのかな。多分いつもこのタワーのあのお礼を書いたら大体ツイッターのヘッダーにしてくれてるので、なんか今日すっぴんだから恥ずかしいな。はい、あ、くる年ってこと。連続じゃなくても3回取る、ね、あれめちゃくちゃ可愛い神吉天っていうあの称号やった。あのとめちゃん、とめちゃん推し10かあのっていうあのあれをもらえたので嬉しかった。今設定してるあれに、あれかわいい。よいしょ、あ、十穴って読むんだあれあれ十穴だと思ってた、恥ずかしい。十穴ね、あ、十穴十穴って読むんだ。なんかお尻が十個あるみたいだね。よいしょ、今日から直します。よし、バタバタさん、クマが来る、ありがとうございます。ヘッダーだからね、ヘッダーだからありがとうでまだ冬休みがあとね、あとちょっとあるんだけど、あのそのうちにあと1週間もないぐらいなんだけど、あのそのうち、あ、くらみちゃん了解、そのうちにもメイクした状態での
ショールームもしたいなって考えております。こういうことかな、クロミちゃんってホラーになっちゃった。で見て、これなんか糸出てるんだけど、やだ、糸出てるのはダメだよ。ちょっと怖い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 。おい、よし、できた。取れたですか？取れましたかな？ありがとうございます。メイクしてる状態でショールームもね、あんた近いうち、あの4日以内には絶対、4日5日以内には絶対すると思うので、その時はもっとちゃんと、あの早い時間から、こんなねギリギリの時間じゃなくてやるので許してください。よいしょ。またその時にはこんな薄い顔じゃないので遊びに来てください。お願いします。ということで、ちょっと文しようかな、なんかメールが来てれば。よいしょ。このね、このショールームが終わったら、妹と今からね幼稚園の付録作るんですよ。なんか UFO キャッチャーだったから、そう作るんです。今から楽しみ。本当に可愛い私の妹。そう、幼稚園の、あ、幼稚園っていう本の付録が今回 UFO キャッチャー、いつもなんか面白い付録がたくさんあるんですけど、幼稚園、あのセブン銀行とか、あさ、あ、違う、セブンティーンアイスとか、だから福留、あの前髪がタガタガタ、本当に死ぬほどガタガタなんだけど、なんかたまにある道路にすっごいガタガタした道みたいになって、よくこれ多分ね、荒れたらつまずくと思う絶対つまずく。そうだから今日作るの、妹と。あ、おだいりさんね、いつも幼稚園の付録作ってる、 すごいですよね。ね、見て福留、今ねこのハイアンドロー27,000、めちゃくちゃこの間当たって1万くらい、それが2連チャンぐらいでなって、今27,000もあるチップが。なので今からドボンやりたいと思います。今が9時42分になるのか、もうすぐだから9時42分30秒ぴったりでやります。30秒後、多分ギリギリ時差なくできるかなと思う。ちょっとスパンが早いけど、30秒。あ、あと10秒です。5、4、3、2、1。あき、いるかな。あ、いらっしゃる。とめちゃんのきらめきをつけてくださってる方と、とめちゃんのときめき、あ、あー嬉しい。みんな、あ、この UR あれだ、福田が持ってるよ、この UR。 これランキングに入ったらもらえるやつかな。嬉しい、頑張る。ちょっと最近、おお、めっちゃドボンできてるからね、目指していきます。スペード、スペードだった。あ、誰かドボンする。あー、終わっちゃったもう終わったんだけど。じゃあそうだね、もうちょっとゆとりを持つ。じゃあ次は45分22秒でやります。だからあと2分後ぐらい、45分22秒でやります。このメンバーランキングに入りたい、もっとだからやりたいんだけど、これ8時間更新だからさ、
あ、これ8達成回数ランキング、あ、ということこれ、あ、これ自分がやった回数じゃなくて8を出した数ってこと、そういうこと、8達成回数ランキング、そういうこと、メンバーランキングの、あ、明けましておめでとうございます、こんばんは、あ、そういうこと、8を出した数なんだ、あー、回数だと思ってた、あ、そういうことですな、全然出してない気がする、くとめあ、そういうことね、あー、そういうことか、じゃあ8持ってないと1回にもならないってことか、今日から数えてみる、あ、そう、45分22秒です、もうすぐ、頑張ろう、意識して、じゃあ負けても8だけとりあえず出すって感じか、へえ、22秒です、あと22秒です、お、なんか竹もらった、何これ、親指姫が出てくるやつですか、これもタワー、あ、こんばんは、どうもありがとうございます、ちょっと待ってね、1ドン、いらっしゃるかな、あ、とめちゃんのときめき、これなんだろうっけ、とめちゃんのきらめき、じゃときめきつけてくださってる方がいる、レジーとめだちさんだ、わーい、あい、ん、ユッキーナのファン、今ユッキーナも同じタイミングでやってるのかなユッキーナのファンの方がいらっしゃる、ユッキーナも今やってるの、あ、なんかスキップされた、うわーって、このめっちゃスタンプ乱用してる、いつもお、そのままクラブで、お、9、あ、でも今ドボンできないよ、まだ、あ、スキップされた、すんまへん、ドロー2を出しました、あ、ドボンできました、嬉しい、本当にドボンできるといい気持ちになれますね、じゃあ次は48分48秒でいきたいと思います、で、ちょっと待ってくださいね、48分48秒で、よし、その間に、よいしょ、48分48秒、まもなくだ、あ、本当だ、8なかったかも今それどうやったら8は弾けるんだろう、8秒にいったら弾けるとか、あの、そんな、なんか一筋縄ではいかないか、よし、岸健さん、あと福留新兵衛、あと秋山、今年もこちらこそよろしくお願いします、こちらこそよろしゅうでございます、岸健さん、竹ありがとうございます、竹ありがとうございますって、きっと生きてるうちではあんまり使わない日本語だろうな、これ竹だよね、あ、門松すいません、福留め、ちょっとあの頭が弱いもので、門松って言うんですか、あ、あのおそ松さんみたいなやつかな、いそう、あの見たことないんですけど、門松ほうほう、ありがとうございます、ドローしまくられるのか、ちょっとそれは悲しいな、いつもドローなんとか出されたら苦笑いのスタンプしてます、よし、ではでは、でも福留よくね8が3枚とかの時とかあるから、きます、5678
いらっしゃる、嬉しい。福留これ単押しって777回やらないとさもらえないやつですもん。あ、止め押し、止めちゃん押し10ケツつけてくださってる方がいる、嬉しい。福留とお揃いだ、称号が。福留とお揃いの、あ、今すごいドロー2連鎖だった。福留には来てないキャラ、あ、そういうことか、福留のカードを増やそうとしてくださってるのか、優しい。やっと糸を汲み取れた。あ、だからみんなそんなに福留にドローなんとかを、あ、そういうことか、福留意地悪されてるんだと思ってたの。それはありがたいわ。音符ありがとうございます。あ、なんだろうこれ、うん、クマさんありがとうございます。なんて言ったらいいんだろうこれ、お年玉袋、ポチ袋かな、ポチ袋ありがとうございます。よし、リバース、これで今ドボンできる。くとめあるプレイ回数、あ、申し訳ない、友達さんにダウンしちゃった、ごめんなさい、リンゴごめんなさい。あ、くまさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ごめんなさい。あ、2位になった、さすがゴールデンベッドタイムですね、2位になったよ、2位になった。うん、絶対福留は1位を取るのだ、絶対に1位を取りますということで、うんと最後はじゃあ、うん、53分53秒でゴミゴミ、53分53秒でいきます。これが多分ラストになるかな。今から竹の絵を描きます。お待たせして申し訳ない。でも竹の、あ、竹じゃない、門松ってどうやって書く、絶対違う、これ自分でも違うのは分かるんだけど、ちょっとこれはどうにもできないな。ありがとうございます工場の煙突みたいになっちゃったありがとうございますありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。取れたかな、ちょっと下手すぎるけどありがとうございます、ありがとう、取れたかな、ありがとう。よし、それとも二目があまりにも書くのが遅すぎて帰っちゃったかな大丈夫かな、心配だどん。何味のお餅が好き、お餅ってあんまり食べないかな。お餅といえば梅山ココナさん、これなんだろう、ほんとポチ袋かな、あ、たこ揚げだ、たこ揚げありがとうございます。たこ揚げ今日じゃないかな、ほんとね、元日におばあちゃん家にご挨拶に行った時に外にたこ揚げしてる子がいらっしゃったね、めっちゃたこ揚がってる、ありがとうございます。あ、もうすぐあと23秒、これショールーム終わっても含めドボンしよう、ドボン楽しい、めっちゃハマってるの今ドボンに。空飛ぶポチ袋、でもこんだけポチ袋いっぱいあればお年玉祭りだよ。そう、53秒50、53分、あ、来る、2、3、
友達さんだ。友達さんがたくさんいらっしゃる。嬉しい。ゆゆさんの方のとか嬉しい。あ、とめちゃん推し十決って思ってる方がいらっしゃる。福留とおそらいでも第4回、あ、福留と一緒だ。第4回だから福留も第4回のだから、あ、エイト持ってる。福留、福留エイト持ってます。エイト、まだ使ってない。あ、持ってるのに使えなかったかも。あー、使えへんかった。持ってたのに、ちょっと後回しにしてたら使われへんかった。お、なんか順位下がっちゃった。あれれ、コメントお休みに変えとこう。もったいなすぎた。4人とも福留の称号。そこ福留もね、福留めっちゃ夢、全員こう残りの3人の方みんな福留の称号っていう友達パラダイスルームを作りたい。まだファンの方で友達パラダイス持ってる人まだいないはず。なんか妹と福留のね友達がいるんだけど、いつもなんかその友達めちゃくちゃドボンやってくれてて、その子は友達パラダイス持ってるかな。その妹と福留の友達が友達パラダイスって持ってるんですけど、しかし、友達ソメちゃんパラダイス、でもその2人ね両方福留のランキングもの入ってない。そう、ゴールデンベッドタイムだから、ほんと1回やっとこう。そう、2人ともまだ入ってないっていう、多分その2人ぐらいかな。ソメちゃんパラダイスだって福留、ひな子もまだひなのハピネスだから、多分それしかまだ持ってないから、パラダイスまだ持ってないんで、だからみんながパラダイスをゲットできるまで固め頑張るね。ちゃんと時間さ組むやつやる。だから許してちょんまげ。ということでね、時間がやばい、なんでドボンやったんだろう。だからあのランキングを読んでいきたいと思います。よいしょ、え、これ何位から読むんだったっけ。13位か。あ、待ってきてた。13位ゆきたんさん、ありがとうございます。12位ハッシーやったわかんない友達公式さん、ありがとうございます。なんか終わってた。11位ケンタロウさん、ありがとうございます。10位ウーホーホーホーさん、ありがとうございます。9位ノタさん、ありがとうございます。8位マコトアット友達2021年もよろしくねさん、こちらこそよろしくお願いいたします、ありがとうございます。7位ゆきんこ、とめみと友達さん、ありがとうございます。今日ドボン当たったね、ありがとう。6位カピちゃん、あとみつほ沼にドッポン、ありがとうございます。くたえの沼にドッポンしたら二度と抜け出せないので覚悟しておいてください。5位元気くん、あとあけまして友達それいいね、なんか語呂が、ありがとうございます。4位くやたか、あと友達さん、ありがとうございます。3位トッペ、あと友達さん、ありがとうございます。2位わたぼう、あと友達さん、ありがとうございます。1位は岸健、あと福留新兵、あと明けめ、今年もよろしくさん、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。あ、なんかあのありがとうございます。あのなんかあの昨日のメールをね送ったつもりでいたんですけど、福留あの本当申し訳なくて、あの福留なんかあの福留なんか昨日歌種を多分しててこう10時とかの前後の時に歌種してて、夢の中でメール送ったつもりだったっていうか、メール送ったつもりでいたんだけど夢の中で送ってたみたいで本当に申し訳ない。なんかメールボックス見ても自分のメールがないし、なんていう送信済みのとこ見ても自分のメールがないから、多分夢の中で福留メール送ってたんだと思います。だからあの夢の中であの受け取ってくださってください。なので今日は送ります。本当ごめんなさい皆さん、本日もお付き合いいただき誠にありがとうございます。なのでまたね、あのメイクして配信
こんなね薄い革じゃなくてちゃんとおしゃれした服と目をまた見に来てください。ということでね、皆さん本日もお付き合いいただき誠にありがとうございます。ツイッターも始まったので、もしよかったらフォローといいねとリツイートとリプ、引用リツイートもよろしくお願いします。皆さん本日もお付き合いいただき誠にありがとうございました。おやすみなのだ、バイバーイ、おやすみみゼミ。今日は夢じゃなくて現実で送信するから受け取ってね。バイバーイ。